皆さんお久しぶりです。動画見ていただいてありがとうございます。なんかちょっと編集中の動画をまた続きに編集しようと思って開いたら、でもハートマークのなんかこのわけわからんエフェクトが消えなくなっちゃって、もうあの字幕のエフェクトもなんかすごいエヴァンゲリオンみたいなあのエフェクトが出てしまったので、もうちょっと喋ること音声にしました。今すごく大変な時期ですけど、皆さんの家にいてね、美味しいお酒を飲んだり映画を見たり、まあ、シャカシャカチキンレッドペッパーっていう麻薬をね決めたりとかしてハイになってね、まあ、自分の生活を守るじゃないですけど、まあ、さっきも言ったように自分の生活を、肯定するじゃないですけど、そういう、まあ、いい機会でもあるのかなと。自分の生活と向き合って、あ、自分はこういう当たり前のことを当たり前にやってたけど、それってすごいことなんだな、偉いことなんだなっていうふうに思ってね、自分のこともですし自分の生活も、ね、大切にできたらと思います。やべ、動画が終わる。ここの動画はシャカシャカチキンが好きすぎて2個目のシャカシャカチキンを食べようとしているところなんですけど、これはもう本当に美味しい。じゃあそれでは動画見ていただいて、さようなら。